こんにちは、劇団スカッシュです。世の中はゴールデンウィーク大型連休を迎えておりますが、皆様コロナの影響で自宅にこもりっきりの毎日になっているのではないでしょうか。せっかくの連休、旅行に行きたい、田舎に帰省したい、そんな気持ちに応えるべく、本日はオンライン帰省、オンライン観光のやり方をご紹介させていただきます。まずは旅自宅、2、3日分の着替えや必要なものをリュックに詰め込みましょう。こんなご時世ですから、政府からいただいたマスクは取り出しやすい場所にしまうのがおすすめです。パッキングが済んだら、緑の布を背景にリュックを撮影、黒巻き処理したデータをクラウドにアップします。 Apple の iCloud、 Google の Google ドライブなどが扱いやすくて便利でしょう。これでいつでも旅先から荷物にアクセスすることができますね。荷物の用意も整ったところで、今度はご自身の撮影です。旅先で待ち受ける様々な出来事を想定して、いろんな表情の写真を撮っておきましょう。東京行け、ナウ。水持ってきてよかった。マジかよ。さあ、ここまで準備できれば旅も大詰めです。帰省先、観光先の写真にご自身を添えて、 Twitter に連休を満喫している様子をどんどんつぶやきましょう。これから岩手へ帰る、東京駅ナウ。箱根めっちゃ空いてるわ。新幹線ガラガラやん。大涌谷、あっち。水持ってきてよかった。盛岡着、ちょっと肌寒いから1枚羽織った。足の子に落ちた。久しぶりの実家。ゆうやにお土産でも買うか。2人とも連休を存分に満喫できたようですね。ただし、あまりはしゃぎすぎてしまうと自粛警察に目をつけられてしまいますので、写真の合成は粗めに。それでは皆様、レッツエンジョイ。お、兄貴から LINE だ。え、箱根のお土産。いや、食えるかよ。